みなさんこんにちは、モリアリとミュクです。ミュク久しぶり。もう私の動画、もう本当に最初から見ていただいてる方はこの子わかると思うんですけれども、ミュクです。ミュクです。はい、うーん、はい、ということでちょっと今話しますね。今日はですね、今日は、実家の方に戻ってきていまして、こちらの、はい、セボンスター、私が大好きなセボンスターとプレミアムなんです。これプレミアムなんです。でムーンクリスタル35周年のセーラームーンがコラボしているプレミアムセボンスターのご紹介をしたいと思います。でね、種類がこんな感じでいっぱいあるんですけれども、まあ、こんな感じでね、うさぎちゃんだったりとか、やっぱこれじゃん、やっぱ欲しいのこれですよね。これか、これ、私はそうだな、どっちかですかね。でもね、私の予想なんかここら辺来そうな気がするんだ。ここなんかこれかこれな気がする。音がなんかさ、なんか縦長みたいな感じなんだよね。だからなんて、縦長のものっぽい、こう丸っぽいのってさ、こういう音しなくない、こういうわかる、なんかそれでちょっと、まあ、あの本当にいっぱいあったの、こうあの50個ぐらい置いてあったんだけども、一番前から普通に去って取ってきました。いつもなんか奥の方から取ってくるんだけど、去って運命を信じて取ってきたので開けてみたいと思います。いやー、これは絶対ね、あんま、あ、もうなんか銀が見えちゃった。ってことは絞られたぞ。今この雨か、今こう銀が見えてるから雨かこれうさぎちゃんだったか、うさぎちゃんか月かハートだね。ではオープン、ドッ、はい、おー、違う、私見えないようにしたい。どう、見えてる、パッ、はっ、ええ、ここ、え、嘘、イレギュラーだった。え、何種類あるのこれ。え、10種類だよ。あ、空張り全部で4パターンなんだ。はあ、騙された、マジか。ということで、このリボンちゃんのこのバージョンでした。わあ、なんかショックだな、負けた気がする。でもなんかこれ欲しかったな、やっぱこれ欲しかった、これ欲しかった。これは税込み300円いかないぐらいで買えました。ちょっとせっかくだから開けてつけてみましょうかね。いやー、マジか、空張り、待って、空張り4ってことはさ、銀と金と何なの、あと2つ何なんって感じじゃない。全部で4パターンがあるって、10種類ってことは40パターンってことだよね、これ。へえ、だってこれ金、だって金だもんね、ゴールドだもんね、このマジか。イレギュラーすぎた、びっくりした私今。こん中で来ると信じていたのにっていう。やば、待って、よいしょ、じゃん、あ、でも結構大きい。え、これ入らないとかないよね。入った。あ、かわいいよ、今日の服と髪の色にぴったり。しかもこれ今照明焚いてないから余計にちょっと暗いんですけど、おばあちゃん家だから。かわいい、かわいい、あの髪の色と一緒だ、今の髪の色と全く一緒上の色と一緒かな、ちょっと撮ってみよう。あ、メガネが引っかかる、メガネが引っかかる。え、なんかおかしい、おかしい、おかしい、しかもすげえボサ。はい、こんな感じ、ほら髪の色と一緒だ、髪の色と一緒だからあんまり違和感ない。でもね、私ね、これね、いつも取っちゃうんです。ここ取ってピアスにしちゃうんで、ここのピアスがどっかにこうなったりするかもしれないですね。なんか、ネックレス以外の使い方を私するんで、ブレスレットにしちゃったりとか。でもこれブレスレットでも可愛いけどね、このなんだ、巻けるかな今これ、こういう感じ、
こんな感じ。可愛いけどピアスかな。まあ普通にネックレスで使うのもありですね。はい、ということでスーパーセボンスターの商品レビューでした。商品レビューというか開封動画でございました。はい、ということでおとなしくラムネを食べたいと思います。あー、前回のあの開封動画の号泣マジですからね。あのネタって言ってる人いるけどマジですからね。本当に皆さん、私何週間もあれ置いといたんですよ。なんで結局でこういう風にね、ただ今買ってきて今開けてるんだけど、で開けるの楽しみって思ってたのに取れてなかったから、今ちゃんと取れてるから大丈夫、確認。今5分40分だ、今5分40秒大丈夫です。はい、ということでちょっとバズバズカットをしながら、はい、やりますので大丈夫でございます。取れてます。はい、ということで森崎アリスでした。またの動画をお楽しみに。バイバーイ、おやすみなさーい。ツイッター、インスタグラム、バイの ID は横に書いてあります。ぜひチェックしてみてください。ということで次の動画もお楽しみに。チャオ。チャンネル登録してね。チャンネル登録してね。チャンこれ無理なんだよ。あ、パッパッパッ